ありがとうございます。さあ、はい、4月1日。なんか口のところ白についてるけど。ティッシュです。はい、ということでね。我々ですね、YouTuber 釣りラフということで、4月1日から完全に独立して活動させていただくことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、で、皆さんもね、まあ、いろいろありますけど、はい、4月1日ということで、入社だったり入学だったり、あると思います。はい、うん。で、まあ、入学入社ってなったら、大体決まってやることあるじゃないですか。はいはいはい。何ですか？目標。そう。立てるってことですね。そう。今年度の目標。そう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 。今年の目標か。そうです。で、まあ、我々も本当に独立して、完全に YouTuber としてやっていくわけですから、はい、なんか目標立てたいなと思いまして、はいはい、ちょっと何個か持ってきました、うん、それを話したいかと、はい、でね、我々のチャンネル、今日からですね、収録で放送します。まずなんで、もうほとんど毎日更新されますんで、毎日はい、楽しみにちょっと見てもらえる。そうですね、ロックフィッシュ中心ですけど、ロックフィッシュ中心でちょっといろいろやっていきます。はい、あとは、収録で釣りの放送をするんですけど、はい、坊主ゼロ、あ、はい、100% 釣ると、100%、うん、お約束します。釣るまでやりますから。釣るまで帰りませんから。で、餌は使わない、うん、ルアー限定で、ルアー限定、プラスプルカマンシャットと、プルカマンシャット、まあ餌とルアーのハイブリッドなんで、そこはご容赦ください。はい、そうですね、だよね、そうですね、OK、あと、まあ、開発もありますんで、その点に関して、うん、やっていきたいかなと思います。うん、あとは2人でやっていく感じは、まあ一番そこから。まあそうですね。そこが一番重要されているね。ところだと思います。はい、あとは僕個人としては、今年、動画上何かやりたいなと思いまして、ずっとやりたくてもやれてなかったことがあったんですよ。なんでしょう、ジグヘッドでしか釣りをしない。わお。すごいことします。恐ろしい、考えるだけで恐ろしいですよ。ちょっと腕を上げたくて、はいはいはい、なんか僕の師匠に当たる人から教えられたんですけど、ジグヘッドで釣れる人は大概の釣りできると。おお、なるほど。で、腕も上がると、はいはいはい。だからジグヘッドで練習してみなさいって言われたことあって。なるほど。そう。なんで、今年僕1年修行の年にしますんで、すべての魚をジグヘッドで釣ると。だから、エリアトラウト行ってもジグヘッドでやってるバカがいるとしたら僕のことなんで。はい、何やってんだあいつは。そうそうそう、スプーンでやれって言われてもジグヘッドでやりますね。なんか針飛び出てったと。そう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 、針先を潰してね、そうすれば竹さんと、そう、いいこと、あいつだと、まあ、いう感じで僕はやっていきたいなと個人目標としては思っています。いいですね、いいですね、なんかお目はありますか。じゃあ自分は今年1年、うん、ちょっと700匹、うん、釣る。だから365日だとして、うん、だから1日2本以上、なるほどね、するっていうのをちょっとやっていきたいと。なるほど、なるほど。で、その中で、まあ、さっき言った坊主ゼロを加えて、あ、要はプラスアルファになっていく。プラス、そうそう、プラスアルファ、それを達成すれば自分の目標にも近づいていくと。そうそう、なるほど、そういうのをちょっと目標にして、うん、まあサイズ問わず、うん、まあ1匹は1匹でカウントして、なるほど、いい。トータル700匹いけば、うん、まあ今年の目標はクリアしたかなと、うん、そうで、その中でまあ学ぶこともいっぱいあるし、なるほど、今後やっていかないといけないこともいっぱいあるんで、はいはいはい、そこはちょっと竹さんとかいろんな方に、はい、まあ協力していただいて、はい、教えてもらって、はい、それを来年、うん、行かせていきたいなと。ああ、なるほど。まあ、うん、今年1年ね、終わればね、そう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 、動画見れば何匹釣ったってすぐ分かりますから。それもね、ちょっと自分にプレッシャーじゃないけど。いいね、いいね、うん。うん。ちょっとやっていこうかな。まあね、うん、いいと思います。ジグヘッドちょっと無理なんで。いや、ね、いいんですよ、いいんですよ。やっぱ人それぞれ釣りの、やっぱりやり方ってあるんで、そうそうそう、で、餌がダメだとかルアーがいいとかっていうんじゃなくて、うん、それなりにこう自分がやりたい釣りの中のレベルを上げるために、そうそうそう、そう、そういう目標を立ててやった方がやっぱ進化は早いと思うので、うん、まあ、僕らはそういう風な形で、そうですね、やっていければなと思います。まあ、まあ今年はね、はい、まあ、僕がもともと今ね、いろんなことがあってトーナメントとか、うん、まあ、できてないんですけど、もともと釣りのトーナメント、ロックフィッシュのトーナメントとかも、まあ
あの順位とかは大したことないですけど、周りに上手な方がいっぱいいたんで、そこで教わったことってあるんですけど、うん、YouTube とかではそういうのあんまり出してないので、うん、まあ、そういうのの技を少し小出しにするような感じで、こう、まあ、誰かのためにね、そうですね、なればなと思って出したりはしたいと思いますんで、うん、見てる方がね、そうそうそう、少しでも役立ってば、そうそう、ためになればなと、そうすると、みんな相乗効果でうまくなって、そうそうそう、楽しい釣りができるような環境を作っていきたい。うん、そうだね、まあ、思いますんで、うん、まあ、あとは状況が状況なんでね、はい、あのマスク、まあ、今はねちょっと事務所なんでやらないですけど、マスクとか、はい、そうですね、うん、まあ、感染症予防はしっかりしながら、はい、うん、徹底してやっていかないと、ね、まあ、周りの人もいるんで、はい、あとは、まあ、釣り場の環境とかはね、まあ、ゴミとかはちゃんと拾いながらね、ライフジャケット着用してっていうところは、うん、しっかり皆さんにお伝えできるような感じで活動していきたいと思いますんでね、はい、そうですね、今年1年よろしくお願いしますということで、そうですね、なんで今年からね、新入学、入社、あとは新たな気持ちで仕事を始める方も、我々も頑張っていきますんで、はい、YouTube を見て少しでも元気つけられればと思いますんで、はいはい、まずは1年釣り F をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。